お花紙を使って作ったパーツを組み合わせて2月の壁面を飾りましょう。今回用意したパーツです。茶色の四つ切り色画用紙は枝に使います。まず斜めに切り、半分だけを細長く切っておきます。タイトルの代わりに早春譜の一節を色紙に書いて用意しておきました。手前の鳥はお花紙の教えで作ったウイスです。その向こうはお花紙の水仙。ウグイスの下にあるのは画用紙で作った水仙の葉っぱです。こちらはお花紙で作った桃の花です。開いた花とつぼみを2種類、小さい若葉も作りました。台紙にはお花を包むための水色の不織布を用意しました。まず色紙を置いてみます。下の方にはバランスを考えながら水仙の葉っぱを並べていきます。上の方には桃の枝を張ります。横に伸びた太い枝の位置を決めてから細い枝を置いていきます。細い枝は長さや形をハサミで整えながら置いていきましょう。位置が決まったら枝や水仙の葉を木工用ボンドで留めます。水仙の葉先の方に花を置いてみて、位置が決まったらこれも木工用ボンドで留めましょう。ウグイスを止まらせる場所を決めてから、開いた花を置き、位置が決まったらボンドで留めます。全体のバランスを見ながら若葉やつぼみも貼ります。ここまでできたらウグイスをボンドで留めましょう。2月は立春を過ぎても雪のちらつく寒い季節です。コピー紙を丸く切って少し雪を降らせました。桃の枝や水仙の葉の先にも白い色を塗り、雪が積もった感じにしました。最後に色紙を置いて出来上がりです。枝には雪の質感を出すために少量の軽量粘土に白い絵の具と水を混ぜたものを塗りました。色紙の代わりに行書体でプリントアウトしたものを貼っても良いでしょう。文字も2月や如月、春よ来いなどお好きなものをお使いください。水仙や桃の花、ウグイスの配置も壁面に合わせて工夫してレイアウトをお楽しみください。